7月11日西東京教会主日礼拝。聖書の箇所はヨハネによる福音書第5章41節から47節まで。賛美歌は463番になります。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの地なる神様、どうかあなたの皆をあがめる私どもとしてください。私どもはあなたの皆をあがめることを忘れてしまいます。あなたのことを忘れていきます。またあなたのことを思い出しても、あなたがおられるのになぜこのような現実があるのかとつぶやくばかりであります。どれほどあなたが恵みを持って私どもを愛していてくださるか、そのことを忘れています。そのような私どもをこの礼拝に招き返してくださり、あなたの御言葉を聞かせてくださり、
あなたの愛を知り、あなたの御名を崇める民としてくださいますことを感謝いたします。どうかこの場所に共に集うことができなくても、御霊の働きにおいてこのあなたの恵みを味わい、あなたを崇める喜びを共にすることができますように。教会に連なる一人一人の思い、一人一人の祈りをあなたが受け止め、それぞれのうちにあなたの恵みを注ぎ込んでください。コロナとの戦いが続いていますけれども、どうかこのような困難に直面する中で、いよいよあなたの御心を尋ね求めることができますように。この困難の中で何を一番大切にすべきなのか、そのことをあなたに示されて知ることができますように。オリンピックの開催が近づき、世界中から選手関係者が集まり始めています。そのことを単純に喜ぶことができない私どもがあります。このプログラムが世界中に病気の蔓延を起こす引き金とならないようにと切に願います。人間として知恵を尽くしてなすべきことをなし、そしてあなたの与えてくださる道を歩むことができますように。本当に今辛い中にあり、ギリギリの歩みを送っている人々に助けの力を与えてください。どんな絶望的な状況の中でも、あなたの救いの道の備えられていることを信じさせてくださいますように。この礼拝の恵みを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書はヨハネによる福音書第5章41節から47節まで、新共同訳聖書新約聖書173ページです。ヨハネによる福音書第5章41節から47節まで、私は人からの誉れは受けない、しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。あなたたちを訴えるのはあなたたちが頼りにしているモーセなのだ。あなたたちはモーセを信じたのであれば、私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかしモーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。主イエスキリストが安息日に長い間病で苦しんでいた人をお癒しくださった、そのことを通してユダヤ人、特にその宗教的指導者たちは主イエスキリストを殺そうと計画し始めたと告げられておりました。ユダヤの指導者たちの思いからするならば、自分たちの知識、信仰の物差しに当てはめて、この方は素晴らしい、そう思える存在でなければ
その方が神様から使わされた存在とは受け入れられない、そう考えていたのであります。そのようなユダヤの人々に対して、ここで主イエスキリストは5章41節で、私は人からの誉れは受けない、そうおっしゃっておられます。人からこの方は素晴らしい、この素晴らしい人は確かに神様から使わされた方に違いない、そのような誉れを私は人から受けるというふうには思わない、そう言われるのです。ここで誉れと言われている言葉は、神様について言われると栄光と訳されます。そしてそもそも人に与えられる誉れというのも、神様がご自身の光を人に照らしてくださって、そしてそこで人に与えられる輝きであります。神様が人をご自身の民としてくださる、そこに神の民としての輝きが初めて生まれるんですね。そのようにして本来の誉れというのは神様の光であって、神様の光が注がれるときに初めて輝き出すものであります。そのことを人は忘れるのです。42節で、あなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている、そう主イエスキリストが厳しくおっしゃっておられます。この神への愛という言葉も、もともとはとても単純に神の愛とも訳すことができる言葉です。この愛というのは、まずは神様が愛してくださるんです。そして神様に愛されているから、その自分のことを、私たちのことを愛してくださる神様を愛するものとされる。だから神の愛と神への愛というのが一つになっているということができます。そのような神様に愛されて神様を愛する、その愛があなた方の内側にないということを私は知っている、そう主イエスキリストは言われるのです。そしてそれはなぜかというと、私が父なる神の名によって来たのに、そして父なる神様は私を使わせることによってあなた方を愛し、あなた方に光を注ごうとしておられるのに、その私を受け入れない。だからあなた方の中には光もなければ愛もない、そう言われるのです。もし他の人が自分の名によって来ればあなたたちは受け入れる、そう43節の後半にあります。もし誰かが信仰の教師として自分で名乗りを上げてユダヤの指導者たちのところに来るならば、その人たちのことについてはユダヤの指導者たちは自分たちの物差しで測って、あ、この人は教師として受け入れることができる、そんなふうにして受け入れるのかもしれません。でも主イエスキリストは違うんです。自分の名によって来るというんじゃなくて、神様の名によって、私は父なる神に使わされた子だと言って来られる。そしてそれはユダヤ人たちにとって、ユダヤ人の指導者たちにとってどうしても受け入れられないことだったのです。44節では、あなた方お互いには誉れを与え合い受け取り合っている。しかし本来の光、
誉れ、栄光というのは神様からしか与えられないものだ。それなのにお互いからは誉れを求めても、唯一の父なる神様からは誉れを求めようとしない、光を求めようとしない、そのようなあなたたちには主イエスキリストご自身を通して差し出される恵みをどうして信じることができるだろうか、そう言われるのです。45節以下では、主イエスキリストは私が父なる神様にあなた方を訴えるというんじゃなくって、あなたたちが頼りとしている、モーセがあなた方を訴える、そう言うんです。あなた方はモーセを信じたのであれば私も信じたはずだ、モーセは私について書いているからだ、そう46節で言われます。47節では、しかしモーセの書いたことを信じないならばどうして私が語ることが信じることができるだろうかと言われるのです。モーセが取り次ぎ語った言葉の代表というと十戒があります。十個の戒めです。しかしその十個の戒めが語られるときに、まず真っ先に語られているのは、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神であるという言葉です。神の民であるはずのイスラエル、ユダヤの民がエジプトで奴隷となっている、王様のエジプトの人々の所有物になってしまっている、そして苦しんでいる。神様はそのことをご自身も痛みとして覚えられて、何とかして神の民を奴隷の家から導き出そうとモーセを使わせてくださったのです。モーセに導かれてユダヤの民がエジプトから脱出するときには、子羊がほふられて、その血がユダヤの人々の一軒一軒の家の門口に塗られました。それが神様の救いの手がかりとなったのです。主イエスキリストは罪に捕らえられ、滅びに捕らえられた神の民をどうにかして神様がご自分のものとして取り戻そうとして使わされた方であります。しかもご自身を神の子羊として捧げられ、その十字架の死によって私どもを神の民、神の子として罪や死、滅びの力から取り戻してくださった方です。モーセはこの主イエスキリストを指し示し、この主イエスキリストを目指していたということができます。律法を大事にすると言いながら、その律法に込められた何とかして奴隷の家から神の民を導き出し、私の民として祝福の命の中に置きたいと願われる神様の思いを信じられない、そうだったらば今私を使わしてあなた方を罪、死、滅びから導き出し、神の民として、神の子として祝福された命のうちに神の国に導いてくださろうとする神様の愛、それを信じられるわけがない、そう主イエスキリストは言われるのです。だからあなた方には私を通して与えてくださっている神様の愛がないし、そのように愛してくださる神様を愛そうとする愛もない。そしてあなた方を神の民、神の子として輝かせようとしてくださる神様の光をあなた方は拒む。そしてお互いに
お互いの栄誉だけを求めようとする、それがどれほど残念なことであろうかということであります。主イエスキリストがこのように神様から使わせて方として来られるとき、そこに人間の堅くなさが非常にはっきりと浮かび上がってきます。その堅くなさは私たちの中にも生まれる堅くなさであります。その堅くなさを主イエスキリストが御霊の働きにおいて打ち砕いてくださることを信じるのです。祈り求めるのです。私どもは人としての栄誉ではなく、ただ神様から来る光を待ち望むのです。今もそのような堅くなな私どもを神様がここに招いてくださり、御言葉と御霊の力を持って私たちの堅くなさを打ち砕き、私たちを神を信じ神を愛するそのような民としてくださるのであります。主イエスキリストを通して与えてくださる神の光、神の愛を受け取る私どもとしてくださるのです。この恵みのうちに置かれていることをご一緒に感謝しながら、主イエスキリストを信じ、主イエスキリストの恵みを通して神様に愛されるものとされていることを喜び、ご一緒に感謝しつつ歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。父なる神様、あなたが私もの堅くなさを打ち砕いてくださり、愛され信じるものとしてください。何よりも神様に愛されていることを確かめ直したい、そのことを祈り願う私どもとしてください。そしてこの恵みを教会の一つの恵みとすることができますように、この喜びに今は教会に来ていない人々を招くことができますように、あなたが御子イエス・キリストを与えてくださることに私も愛し、新しくしてくださいました恵みを感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌463番。砂原にも花を降らせ。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。